さあ始まりましたポリステーションうるまのコーナーです。本日もうるま警察署からお越しいただいております。今日はうるま警察署交通課企画規制係長遠目さんにお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日は飲酒運転根絶活動について話したいと思います。はい、お願いします。はい、令和2年中県内の飲酒運転検挙数は1429件でした。この数字は人口1000人あたりの検挙件数で比較すると九州の平均の約 3.3 倍、全国平均の約 5.4 倍にもなります。そんな検挙されてるんですね。飲酒運転は許される犯罪ではありません。どのような検挙をされているのですか？年齢でいうと20代から40代の働き盛りが全体の 63.7%、 職業別では会社員、団体職員が全体の 27.8% 検挙されたことになっております。はい、時間帯については出勤時間、だいたい午前6時から10時までの間で検挙された全体の 31.3% と最も多く、深酒により体にアルコールが残った状態で運転したものと思われます。はい、自分は大丈夫との過信から運転するものが多いようです。飲酒する習慣のある人は気をつけないといけないですね。飲んだ量も個人差はあると思いますが、一般的にアルコールはどれくらいで分解されるのですか？純アルコール 20g を含む酒量を1単位とした場合、はい、アルコール度数 5% のビール 500mg 1缶、はい、アルコール度数 7% のチューハイ 350mg、はい、アルコール度数 25% の青森で 100mg がそれぞれ 1単位となります。はい、また1単位でアルコールが分解されるのは約4時間かかります。つまりアルコール度数 5% のビール 500mg 3缶、はい、3単位のアルコールを摂取してしまうとアルコールが抜けるまで12時間かかるのです。アルコールが体から抜けているのか迷ったときは車に乗らないようにしてください。はい、また市販のアルコールチェッカーで酒が残っているのか計測するのもいいと思います。アルコールが抜けるまでそんなに時間がかかるんですね。飲酒する場合は翌日の日程に合わせ自分の体調や飲酒量を考え適切な飲酒をしないといけませんね。そうですね。飲酒する場合は適正飲酒を心がけ、飲酒運転を根絶するという気持ちを持ってもらいたいと思います。はい、次に飲酒運転に関する罰則等について説明したいと思います。はい、飲酒運転の罰則などは昔に比べ処分内容が引き上げられていますよね。教えてください。はい、道路交通法では平成19年9月の法改正において酒酔い運転、酒気帯び運転などの罰則が大幅に引き上げられ、はい、飲酒運転をした運転者だけではなく、うん、車両や酒類を提供した者や飲酒運転の車に同乗した者に対しても運転者と同様な罰則が適用されます。はい、酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、それに伴い先ほど説明した車両、酒類の提供や同乗した者も同じように罰則が適用されます。はい、普通に考えればこのような重い罰則がある飲酒運転をリスクを抱えて運転する者はいないと思いますが、飲酒するとその判断力も鈍くなることも頭の中に入れてもらいたいと思います。はい、飲酒運転を根絶するために一
人一人がしっかりと飲酒運転について理解し、飲酒運転がこの世からなくなるように願います。本日はうるま警察署交通課企画規制係長の遠目さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。